おーん。はい、ではこちらですね、入場特典です。はい、これ会場入るときにもらえる入場特典のしおりなんですよ。ただこれ9人いるメンバーの中の9分の1、これ誰出るか分かりません。これ今から開けます。レオナと一緒に行ってきたんで、ワイスの分からまず開けていきたいと思います。それでは行きましょう。3、2、1、はい。おー、花丸ちゃん、すごいいい、すげえすげえ透明、あ、いい感じに俺の顔もモザイクかかってる。うん、なるほどね。こういう使い方しちゃダメだな。はい、いや花丸ちゃん、いや可愛い、めっちゃピースサインしてますよ。これもだから原画なんですよね、メンバーのね。いやこれエモいよ。あのね、本当にもうアクはまずね、5周年、え、もう5年経ったのっていうところと、原画見ながらね、やっぱりね、すごい思い返しました。今はやっぱ流れ的にはすごい虹ヶ崎って来てるんだけど、やっぱアクはもうね、すごいね、まあ、自分としてもやっぱりすごい場所がね、やっぱ聖地が近いっていうのもあってね、すごい思い入れ深いんですよね。沼津も何回行ったことかアクアがね、5年経った今でもね、こんなに盛り上がってるのはすごい素晴らしいと思います。レオナのターン行きましょう。これだってさ、推し出るまでもしやるってなったらさ、当日入場券いっぱい買う必要があるんでしょ。これ1回2800円のガチャですよ。これ大変だよ。これしおり入場特典2枚目、かぶりだけはやめていただきたい。それだけはやめていただきたい。いきます。3、2、1、はい。マリーということで、花丸ちゃんとマリーですね。はい、まあ身近な人でね、推しいますけども、2枚目マリちゃんでした。残念ながらね、うちらの推しは出ず、うん、残念。はい、いやでも可愛い、ウィンクしちゃってるよ。公式順で来てる可能性があるってことか。だとしたら花丸ちゃんマリーのその前側にヨーヨシがいたってことだね。しかも公式順だから連番してますね。うん、なるほどね。これは引き弱ですね。じゃあ入場特典、紹介したところでですね、今度はね、物販購入品紹介していきます。はい、ナップサックね。はい、ナップサックのヨーヨシ、はい、これもね、原画でこうすごいシンプルな感じで描かれてます。で、はっきりとね、このメンバーカラー、すごい濃い感じでね。はい、いや、いいですよ。いや、もうこれがね、本当にもうすごい記念になるロゴが特に、うん、で、すごいシンプル、これ使いやすいよ。うん、ヨーちゃんは結構目立ちますけどね、もう。はい、で次、ドン、ウォタブとサンフレの、クリアファイルなんですが、一見さ、え、原画あれって思いきや、裏面これ透けてるわけじゃないですよ。よく見てください、透けてるわけじゃないですよ。原画になってるの、いや、すごくない？ちゃんとヨウちゃんの裏にヨウちゃんがいるから反転されてます。だからパッと見、あの、透けてるようにも見えちゃう。はい、続きましてこちらでございます、トレーディング缶バッジ。はい、丸缶、これ1人10個までの制限ありましたので、10個買わせていただきましたが、全18種という、ちょっとよくわからないですね。全18種なのに1人で行くと10個までしか買えない、よくわからないですね。はい、これ今から開けていきます。これをね、でもレオナも10個買ってるんで20個あるんで、コンプリートチャンスあるんですよ。最初の10個は YS が買った分、その後に10個開けるのはレオナの分っていう感じで開けていきますね。まあまあサクサクいきますよ、よろしくお願いします。まあ、18種なんで各メンバー2種類ずつあるって感じですね。1個目、3、2、1、はい。おお、いきなりヨハ、あ、早いね。ありがとう。いや、お礼のね、ヨハネいきなり来ました。裏面がですね、はい、これシンプル、普通にラブライブだけです。あ、ピンク。3、2、1、はい、原画のリコちゃんですね。原画ってだけでこんなにも見た目変わるのかって、全然いい意味でだよ。新しいですね、すごい新鮮だね。いきましょう、3、2、1、はい。おー、ダイヤちゃん、あ、こういうポーズ、おしゃれだろそれが。あダイヤちゃんだからこそできるこのパフォーマンス。3、2、1、はい。うん、花丸ちゃん、はい。原画がまだ1個だからバランスよく出てほしい。3、2、1、はい。おー、来た、ヨーちゃん、ちゃんと来ました。お、引けた俺、え、強ー、え、今日の俺いい流れ来てますよ。これ癒されますね、両手引っ張られてますね。俺が引っ張ってるのかなこれね。この後に続けますよ、俺また引っ張りますんで。3、2、1、はい。マリーの弦が来ました。ここまでメンバーかぶりはなしです。3、2、1、はい。お、は、あ、花丸ちゃん、ここに来てメンバーかぶり、そして花丸ちゃん揃いました。3、2、1、はい。あ、チカッチー、原画マジ
今のところ割合がかなり少なめですが、表情も大人っぽいね。ラス2、3、2、1、はい、やった、よし、大勝利、押し揃ったなんかこういう感じ久々、すごい。あんまり良くなかったもんね。もうちょっと余韻に浸っていい。3、2、1。まあ、最後に何かしら見せてくれる、それがバイアスチャンネル。いきますよ、最後10個目。3、2、1、はい、ん、あ、さっき見た。10個でも被るね。目の前でね、もう店員さんがね持ってきて、こうやって、はい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 、はい、10個って感じになるんで、もっと固まってる人はもしかしたらいるかもしれない。だから本当に本当のランダムかもしれない今回。というわけで続いてレオナのターン、これサクサクいきます。残り10個いきます。ヨハネのゲンガーいきます。3、2、1、はい、おお、また花丸ちゃん。今日花丸ちゃんにすごい好かれてる回。せーの、はい、おお、ここでリコちゃん揃ったね。はい、また2年生が、はい、ここで揃いました。せーの、はい、お、ダイヤさんの原画、お、どんどん揃ってもいきますね。はい、次いきます。せーの、はい、お、ルビーちゃん、おー、すごい、かぶらない、すごい。これまだコンプのチャンスあるよ。うん、まだかぶり1しかないからね、この時点でね。まだコンプのチャンスあり。何もよりヨハネの弦が、まあ、そこはね、やっぱ推しとしてね、ちゃんと狙っていきたい。いきます、せーの、はい、あー、周り、でもこれはかぶってない。あのね、受け取ったね、場所違うのよ。あの、違う受付で、そう、もらってるから、これすごい回避率だよ。はい、マリーも揃いました。はい、次、せーの、はい、あー、ヨハネちゃん、ここでチーンだけど、あー、なるほどね。弦が来て押しも来たけど、ようちゃん、ヨハネの弦が欲しかったね。はい、変わりました。ここで2つ目、次かぶったらコンプ負荷。せーの、はい、あ、終わりました。ここまで来たらもうなんかコンプ狙いっていうよりはもうヨハネの弦が狙い。せーの、はい、あー、かぶる。やっぱそうなるんだよな、ある程度揃ってくるとね、かぶり率どんどん上がってくからね。こうやってどんどんかぶっちゃうんですよね。あと2つです。嘘でしょ。せーの、はい、リコちゃんのゲンガー、はい、こちらもかぶり。あ、そっか。で、もう20個目、もう本当に俺今開けてる土地だからね、これ本当にやらせじゃないけど、先に見せとくよ。やらせの時はちゃんとやらせでしたって、あの、ちゃんと書いてますから。サムネとかね、よく釣ったりはしてますけどね。せーの、はい、花丸ちゃんで始まり、花丸ちゃんで終わる。そして花丸ちゃんのゲンガが3つ出ました。そしてカナンちゃんと対面することがそもそもできなかったっていう、この闇の深さですよ。はい、というわけで皆さん、推しが出るように頑張ってね。はい、では次はっすよ、うん、はい、こちらはゲンガスクエア缶バッジ全27種。こっちの方が種類多いんだね。今から5つ開けていきます。いきますよ、1個目、せーの、はい、あ、かわいい、リトルデーモン、打点したルビーちゃんですね。ほら、本当にさ、原画でちゃんとなんか文字、こういうのもちゃんと書いてある。本当にリアル、リアル、これあり。こういうのって普段見れないじゃん。それをあえてグッズ化するっていうところですよ。うん、ネタ切れなのかな、これ。裏面もとてもシンプルですね。はい、では2つ目いきます。せーの、はい、おお、2年生の3人ですね。ようちゃんいますよ。あ、でもレオナが今欲しいのは原画のヨハネなんだよね。そもそもレオナが買った枠でヨハネがまず引けてないから、そういうこと、うん、ヨハネ引きましょう。3、2、1、はい、2年生3年生って来ちゃったのか。そっか、うち、その、うん、ちょうどあのカナンちゃんの表情みたいな感じで今険しいよ、うち。あ、今険しい状態、うん、結構険しい。なるほどね。この2つのどっちかで多分1年生入ってるんじゃないかなっていう俺の予想ですよ。だって YS チャンネルじゃん、最後まで信じようよ。最後の最後で何かが起こる、それが YS チャンネルです。3、2、1、はい、ん、お、2年生もう陽ちゃん推しの俺からしたら全然すごい、おーって感じ。それでは泣いても笑っても最後の一ついきましょう。ヨハネがいるかなどうかなってところですが、レオナが勝った今までの缶バッジ、ヨハネ一人もいませんでした。ここで出るかどうかですよ。はい、いきますよ、3、2、1、どうて、はい、世界は喜びが